マクドナルドがおよそ3割の店舗で営業を取りやめています。マクドナルドによりますと、店舗の営業開始からレジに不具合が生じて立ち上がらず、全国の3割弱にあたるおよそ1000店舗で営業を取りやめました。またスマートフォンのアプリで注文するモバイルオーダーも一部店舗でできなくなりました。原因については現在調査中で、復旧の見通しは立っておらず、お客様にはご迷惑をかけ誠に申し訳ございませんとコメントしています。マクドナルドでは3月にもモバイルオーダーやキャッシュレス決済ができなくなるシステム障害が起きました。